南部市。南部市は、道の区の武家で、本生は源氏。本願地は、甲斐の国南部教で、過疎は南部高校。南部市初代の高校は、平安時代に活躍した生は源氏の一流である、河内源氏源、義光や、その孫で、平安時代末期に活躍した黒、玄太四光、その子である甲源氏、鏡炎光の子孫である。 平安時代末期に起きた全9年の役や、あと3年の役では、姓は源氏の同僚、源頼近父氏が、現在の森岡に来歴したが、頼近の着氏、吉家の弟の源の義光の孫である清光の子孫は、海源氏と称されて、武田氏、鏡氏、安田氏、浅利氏などの諸子族があり、鏡氏からは、さらに、南部氏、秋山氏、 小笠原氏などが分かれている。欧州南部市の始祖、南部三郎高校は、聖は源氏吉光流海、源氏の鏡二郎炎校の三男とされ、海駒郡藤川西岸の南部郷、現、山梨県南駒郡南部町を領し南部三郎を名乗ったが、父の官と、品の守るから品の三郎とも称された。高校の子息は、尊卑文脈によれば、 太郎と光、二郎、三光、三郎行朝、小四郎実長の四人であるが、秋山経図、俗軍書類中は、行朝を、太郎、実長を、南部破きれの六郎を落とし、五郎行連を加える。そのうち、高校の着志三光とその子、時真の名は、将軍の愚部を務める、五家人で勝宝城時よりの側近として、しばしば、あずま鏡に現れる。文治五年。 1189年秋の欧州、平泉攻撃に、鏡遠行不死四人が頼朝の本陣に従軍、藤原康平軍との合戦に功を立て、その功によって南部高校は、道の区国ぬかの部後軍の土地を救され、研究二年、1191年の末家臣、数十人と共に入国したと、家電では伝えられているが、廃慮を支障するものはない。 南部氏は南北朝時代から戦国時代にかけて急速に勢力を伸ばし、はじめは三戸、現在の青森県三戸郡三戸町に居城を構えて、いたが豊臣政権を後ろ盾として、久野平正美を、新月、九戸城を、福岡城、岩手県に越しと改め移転した。さらに前田利家らの仲介により、豊臣秀吉から、平軍、我が軍、 冷え抜き軍の支配も認められると、本拠地である三戸が、領地の北側に大きく偏ることになったため、本拠地を森岡に移した。南部宗家は三戸南部市であり、南部高校の着子、三校の子孫である。後の八戸南部市の祖となる、八木実長は弟であり、二代三次、三代長次の、後、宗家三代事実の子、正幸の次男事業が、 長継ぎの娘となって、な池を継いだとされるが、実に、長継ぎの名は、八木南部下一族の名を記した、同時代史料には見えない。八戸、等の南部下文書には、鎌倉時代の八木寮に関する文書は存在せず、八戸南部氏が、な池の子孫とする、八戸家系は、教皇四年、1719年、信有の時代において、 八戸家と三延山駆動寺との交渉を通じ、党の南部下文書の中に入った。源義満の八社後の高校は、海の国南部の河内地方にあたる駒郡南部巻き、現在の山梨県南駒郡南部町に住んでいたことから、南部市と称したが、平安時代末期の欧州合戦の頃に、欧州ぬかのぶ、現在の青県から岩手県にかけての地域の地に到着したという。また、 国南九四六によれば、上級元年、1219年の暮れに、南部高校が家族と家臣を連れて、由比ヶ浜から出港し、ぬかの部に立ったという。初代、高校の大分入部の日が12月30日で、正月への準備不足のため、やむなく12月を特に大の月として1日延ばし、正月2日をもって、元旦としたという故事に由来する、南部の次第、 私代が入部以来の伝統行事であったが、南部主芸直の代に不合理だとして、正規の元旦に戻した。高校には六人の息子がおり、長男の行朝は、諸子のため一個子の祖となり、次男の御子は、後の宗家三子南部子の祖となり、三男の実長は、八キー南部子や、根ジ郎、南部子の祖となり、四男の朝清は、七の平子の祖、 伊つおの宗清は、篠のへの祖、むつの行ょは、くのへしの祖にそれぞれなった。なお、高校の兄、小笠原町清は、駒郡小笠原荘に住み、小笠原氏の祖となっている。あずまによると、高校、未こ南部事実の三代が将軍血随病として、記されているが、高文元年、1261年及び、同三年の未こ 時金は、北条時よりのおうち人扱いであった。これは、本領の南部領が、特捜領の駿河国富士軍と隣接し、また法事合戦、三浦市の乱後に、ぬかの部軍総治当職が、特捜領となったことによるものであった。鎌倉時代末期には、南部市一族は、幕府側と、東幕側に分かれた。鎌倉幕府打倒未遂事件の一つの、 原稿の乱が起きた1331年、原稿元年には、ハキ南部氏の仮祖、南部実長の子、二代目実儀は森吉親王、三琴良親王、良親王と共に、河内の赤坂城で戦うが親王と共に捕らえられ、実儀は慶納六条河原ので最初に、斬首されている。日泰義定の鎌倉攻めでは、三古南部氏の南部右、馬藤持時や南部孫次郎、南部太郎らは、 鎌倉幕府についた。だが、海の南部市の南部義行の着手、義重や南部次長、欧州の南部正ながらは、東幕軍の新田市の軍勢と鎌倉に向かい、次長は、北条一門イグと様の七を打ち取る、東部名を挙げている。鎌倉幕府の滅亡の際に、南部思総家は二代、三甲の頃から南部町次までに、南部始行の父、 南部正幸が工藤氏に入るなどして、鎌倉幕府の命で、欧州に地盤を張っていた同族を頼り、欧州に向かった。八キ南部氏の欧州の勤労勢力は会を本拠に、欧州のぬかのぶで、陳府将軍の北畑明へ、北畑明のぶに従い活躍した。鎌倉幕府が崩壊して、五代醐天皇による剣武の申請が始まると、現行三年。 1334年8月、欧州沈部を目的とした、ノ長ナガ後の小村上天皇を報じた、北畠明家に従い、南部始業は、伊達校長、結城宗弘、笠西貞滝らと共に、大海に下校する。現行、1335年4年7月、京から下校、北条時行が主導した、中仙台の乱を8月に平定した。 足利高氏が鎌倉に入ると、森吉親王はすでに足利忠義に殺害されていた。孔子は自ら征夷大将軍を名乗り、剣務政権から与えられた日田氏の所領を乱の平定の恩賞にするなどして、日田氏と足利氏の対立が始まる。剣務2年、1335年11月8日、戦時を受けた義定は、節度師として刀を賜るとその軍勢は、 足利高氏の討伐に刑を達した。南部氏一族の分裂はさらに続き、十一月の矢作川の戦いから、伊勢南部氏が従う、直木軍は義繁が参陣する、御子両親の、日田義貞の高氏追討軍を迎え撃ったが敗れた。俗軍となることを恐れていた、高氏の箱根、竹の下の戦いへの出陣で追軍を破った、足利氏の軍勢は刑に向かうが、 これを聞いた、五代五帝は愚部の者と、比叡山に入り、欧州からの軍勢を待った。山崎の合戦などで再び、足利勢を迎え撃った新田白の軍勢を破ると、高氏ら足利氏の軍勢は、京都に入った。前年11月に臨時を受けて、ノリナガを報じた、欧州の北畠秋家の軍勢は、途中、鎌倉の足利の軍勢を破り、 県武三年一月十二日に五万機が東坂本につき、新田市の軍勢四万五千機や楠木正重の軍勢と合流た。足利市に組みした三井寺の戦いを制した吉佐田、秋家、正重の軍勢は二月六日、豊島河原の戦いも制すと、足利勢は味方についた三百艘余りの船で敗走、九州に向かった。現行三年。 1336年1月、九州に落ち延びた高氏の軍勢は、たた浜の戦いの後、県務政権に不満の九州などの武士を集め刑を目指し登場を開始した。五代醐天皇は、県務三年1336年1月、愚部の者らと再び、比叡山へ入った。同年5月25日、港川の戦いに敗れた。 吉貞の軍勢は京を離れた五代五帝に従って永山に立てこもり、半高氏の武士や欧州からの秋家の軍勢を再び待ったが、高氏は京に入り光明天皇を即位させた。しかし、欧州の秋家の軍勢の出立は一年以上遅れ、10月、五代五帝は若宮の東宮を新田吉貞に預け、寺命院東の豊人親皇を仕立てて、 北朝を開いていた高氏は、剣務政権との和睦に応じた。しかし、五醍醐帝の一行は捕らえられ、三は遊兵され、愚部の武士の多くは殺害された。和睦に同意せず三の一行から離れ、常義親王を伴っていた吉貞は北国へ、向かっていた。12月、五醍醐帝は遊兵されていた加山の院を脱出して、吉野に向かい、吉野朝廷を開く。一方南部やら、 秋家の第二次聖城の南朝の聖城軍には、南部師団開始によれば、伊勢から駆けつけ、秋家の命で男山に陣取った、秋家の弟、北畠秋信に従っていた三子南武士、第十一世の南部信長、南部茂之、南部信行兄弟もいた。延元2年、1337年8月11日に、欧州の霊山を発した、秋家率いる、 第二次成城軍には、南部史行、結城宗弘、伊達行連、下山、新信、など六千機が駆けつけ、ほどなく十万機になると、東北から高氏の傘下にあった京都を目指して、進軍し、戦勝を重ねた。新田義雄や北条時行が加わったとされる、鎌倉での足利義明が守る戦いは、大将の芝課長を受決させると、 延々3年百3 3 8年1月2日、成城軍は、ノ長親王を報じると鎌倉を発し、青野ヶ原の戦いでも、小笠原定宗、高重茂今川の陸に、上杉の明、桃井忠し時来園らの足利勢の大軍を破っていたが、背後から立て直した、鎌倉の足利勢八万騎や、黒地川を背にした、足利忠義が率いた、 新たな、足利勢の挟み撃ちを避けて、ノリナガ神皇を吉野に送り届けた。しかし、京都の目前で、男山救援に軍勢を分けていた秋江は、半屋坂の戦いで待ち受けていた、高諸名を率いる、北朝軍と交戦。資料は、秋江と共にその家詞108名が戦死している。日蓮宗関係の資料によれば引き続き外の、河内地方に居住し続けている。 複数系統の南部市一門がおり、南朝方に属していたと伝えられる。正永は戦死した新市行の後を受け、この信らとぬかのぶの根城で南朝側として戦い続け、広告万年1340年伊勢に戻っていた、秋信が南朝立て直しのため欧州に陳不将軍として派遣された。この年より、 高氏や忠義から清長へ投稿を促す書状が、実に七回も送られることになるが、正長、信正親子は、山辺の合戦の後も、ぬかのぶや和野の合戦で功を挙げ、一族の南朝支持の戦いは、孫の信仰、正光の時代の南北朝の合一まで変わることは、なかった。昭平十二年、1367年1月11日、甲斐の破棄状にあった。 南部信光は、同国信号の領主、神山と守るの襲来を知りけ、六月、五村上天皇から法将として、神山と守る跡や、甲冑を授かっている。文中三年、1374年、信号は、弟の正光をぬかのぶから会に呼び寄せ家督を譲る。天寿二年、1376年一月十二日、八棄以上の南部信光は、八の部に置いた。 弱子、長爪が、幼少のため、弟、正光へ、八戸の譲り状を記し、翌日同地で成去した。南部宗次は、矢萩の戦い以降、たた浜の戦いなどで、足利高氏に従い、公永四年、1345年8月29日には、天竜で落葉の随病となり、その弟の次郎左衛門城はねじろ。 南部市の南部信政が戦没したの説がある。定数、1348年4年1月5日の、四条縄手の戦いから、兄と共に、孔武差守る守直の手勢となり、南、東東海守る、南次郎座衛門城と、南勢になって大平気に、たびたび登場する。小村上天皇の時世、上は五年、1349年以降、海の国が、 鎌倉久保の足利元氏の支配下になると、関能の上乱の将兵一党を機に、高氏軍に合流した海の南部氏、北畠秋信の南朝軍の一角から忠義派の、平忠氏家に合流した三古南部氏の南部信長と、推定されている南部伊予上などがおり、海の南部氏一門は、関能二年、1351年から、足利氏の下で戦っているが大平記に記され、 南部ためしげの着難とみられる、なきりとうとうみまもるは、薩ッタさんの戦いで、官能2年1351年12月27日に、今川勢に参じている。官能3年1352年2月25日には、同じく、南部吉重のことされる、南部日立之助は、武蔵野合戦で、甲斐、源氏の衆として、武田氏、小笠原氏などと共に、 笛吹峠軍の将軍、足利高氏方に参じている。なお南北朝合一が行われた、厳中九年、明徳三年、1392年頃、将軍、足利義満の密命を受けて、南部森行が南朝を支持する根城南部市の南部正光のもとを訪ねて、幸福勧告を行っている。なぎにいた南部正光は、南北朝合一に際して、 欧州へ移住したとされるが、根城、南部市の八戸への本拠移転以降、総じて海の南部市一族は、衰退に向かうことになり、一戸南部市系とされ、海の南部市の着流とも見られる、南部清正の系統は、南北朝末期の頃から、武田氏に圧迫され、欧州に戻るが内紛で滅び、総領は根城、南部市から三戸南部市へ移ったとされる。 足利勢となった南部義重の行員なども垣いまみられるが、同じく足利法の南部宗次の弟の次郎左衛門城、修也は感動の上乱の際に北陸に向い、今の富山県の都並市に逃れて八部正山次郎を築いた子が地元に伝わる。伊勢、北陸の両南部市とも戦国時代に勢力を献じるが子孫は今に残る。 南部胸次から二世後の雷村は、伊勢南部市を実質的に起こした武将とされる。根城、八戸南部市を配下に加えた、南部森行の三古南部市は、室町期の道の区北部における最大の勢力に、伸長するが、百年前の鎌倉時代末期の、八キ南部市の南部長次の討伐から続く、安藤氏などの銃の在地勢力などに加え、 大浦氏など一族内の実力者の同性がうまく、いかず内紛が頻発したとされ、僧侶家の具体的な移動時期などこの頃の南部氏の動向については、不明な部分も多い。文明末、1487年頃、八戸南部氏、第十四代当主であり、笛の名手だった信長は、同族の吉見から、貝の国主後、 武田信虎と親交があったと伝わり、将軍家や宮中で笛を吹いたと伝わる。戦国時代には、吉主義重家、河内南部氏の一族は、改守後、武田氏に従属する。海の国史によれば、大英三年、1523年3月13日には、八代軍小山城主、穴山井を守る神が、南部坊の構成により自害しという。一方、 ハキーにいたハキー南部氏の吉根は、大英7年、1527年に、駿河国の今川氏に通じて、武田信虎に敵対したため滅ぼされている。海野国では、天文10年、1541年6月に、信虎嫡男、春信が信虎を駿河に追放して、家督を継承する。戦国期の武田はじめ門には、南部神道の存在が知られる。神道は、 蓮華帝院文書羊猿に含まれる、年味章10月18日の段館に、武田下の主神党として記載され、武田生を名乗る人物であったことが確認される。紅葉軍艦では宗秀は父、信虎を駿河に追放して、家督を相続していた武田晴信に、天文17年、1548年、巻14によれば、天文17年、 1548年に南部殿、南部下助主殿が足軽大将山本助を誹謗中傷したことにより、春信の,の不信を買い、国外に追放されたとする逸話が記されており、これが浸透に該当すると考えられている。一方、久家山品時継の日記である時継狂記には、元気元年1570年3月24日に織田信長のもとに、 武田下の守るが参礼したことを記している。将軍、足利義明を衰退した織田信長は、この時期まで武田家とも友好的関係にあり、武田下の守るを浸透とすれば上落して、将軍義明に仕えていた可能性も考えられている。国替や破棄南部氏が成敗された後、河内地方には武田氏の一族の穴山氏が入部して、国衆となる。 道の区では、南部森行の後、三考南部市の第二十四代、当主である南部春政が現れると、他勢力を制して、道の区北部を掌握した。春政は、積極的に勢力拡大を図り、南部市の最盛期を築き上げた。春政は、中央の織田信長ともよしを通じるなどの外交を展開するが、家中では、春政とその養子市だったいとの石川信長が、 対立するなど、内向も存在していた。春政の晩年には、南部市の一族とされる、大浦亀信が挙兵した。広大な南部市の領地では、国人の過信化と、中央集権化はあまり進んでおらず、南部市の中央集権が進むのは、年直時代に入ってから、津軽地方の国人らは亀信に、かっこ撃破されていった。天正十年、1582年に、 春政、春次夫氏が没し、南部一族内の家督争いの結果、石川、南部信直が相続するが、その際に、春政親子は信直によって暗殺されたとする説も、ある。津軽地方、外ヶ浜とぬかの部分の一部を横領した大浦ためは、豊臣秀吉に侵入し所領を安堵されたために、参考南部氏は、もともと不安定だった。 大浦南部氏の統制を完全に失うことになる。天正十八年、五百九十年、南部氏、第二十六代当主である、南部信直は、八戸直江を随伴し、平戦を率いて、豊臣秀吉の小田原征伐に参陣する。これは、八戸正江、直江の父が根次郎、根城南部氏が三項南部氏の、不要であることを認めて、自らの小田原参陣を諦め、 領内で対立する、九戸正宮大浦南部氏への牽制を委ねることができたからである。信長はそのまま、欧州市沖の軍に従軍し、秀吉から宇都宮において、7月27日付で、南部の所領のうち七が、軍、ぬかの部軍、平井軍、和野の軍、久慈軍、岩手軍、しわ軍、そして塔の保つかについての覚書の衆印状を得る。翌年に、 久野戸正美が起こした、野戸正美の乱が、豊臣政権の手で鎮圧され、失漁していた津軽三が、軍、平賀軍、美和軍、田舎軍の代替地として、我が軍、ひえ抜き軍の二が、軍が加造され、南部氏は七が、軍十万国の安定した基盤を得ることとなる。江戸時代を通じて三古南部士は、森岡藩として存続する。文家で大名とされた家には、 八戸藩と七子藩、森岡神殿藩がある。明治時代になると、森岡藩主の南部氏及び、八戸藩、七子藩の二分家は家族に列せられ、明治十七年、1884年、家族霊志向により、旧、森岡藩主の南部都市里は、伯爵、分家の旧、八戸藩主の南部都市活及び旧、七子藩主の南部、信方は、死尺とされた。 九戸正美の実定の中野康史実の系譜を引く中野氏は一般の氏族とされた。なお、八戸氏及び中野氏は江戸時代末期より南部を称することを森岡藩主の南部氏より許されていた。明治期中頃からは旧神の家系で声優界の実力者であった原隆氏が南部所下の家政に対する助言をしばしば行うようになった。明治十九年。 1896年には、八の毛氏を称していたねじろ、南部氏、党の南部氏が、南朝の天皇への忠節を称して、特使をもって家族に列せられ、当主の南部幸吉は、断釈とされた。党の南部川明治維新以来財政が急防し、白爵家から援助が行われている。南部都市里の長男で、南部氏、第42代当主の李幸は、日露戦争で戦死し、 リッサチには子がなかったので、リアス氏の次男で、リッサチの弟のリアス氏が第43代当主を相続した。リアス氏には、数岡爪数がいたが、長男の年シサは創生したために、長女のミ子に、皇爵一条美、輝きの三男の年秀が婿入りして、第44代当主を相続した。第45代当主の南部トシは、年秀の三男で、 安国神社の宮司を務めたが、平成21年、2009年1月7日死去。なお、鎌倉時代から、明治維新まで、同じ所領に居続けることができたのは、南部市の他には、薩摩の島津市などごく少数で、所領が、中央政権、幕府から遠く離れていたのが理由と考えられている。根、ね、じ郎 南部氏も場合によっては三考南部士とほぼ同格の存在としてみなされることがあり、戦国時代には、野兵士も南部氏一族の有力者として幕府に認知されていた。少なくとも、室町時代から安土桃山時代にかけての南部氏には、宗家と呼べるような格好たる権力を所持する家が存在しない同族連合の状況であった。南部氏は多くの氏族を抱えていたが、 その中で、南部史業は、南部史としては記録上初めて、南北朝時代に北畑秋家に従って、欧州に下校した。史業は、ぬかのぶの八戸の地に、根城、現在の青森県八戸市根城と呼ばれる、従前に、工藤市の寄っていた城を接収し、居城とした。史業が一時、工藤市を称していたとの説もある。南部業の子孫は、八をし、 一般には根じろ、南部市と呼ばれる。従来、根じろ、南部市は、南部市の有力な分家として見られてきたが、近年の研究では根じろ、南部市が当初は、南部市の宗家に一ふけられていたと推定されている。いずれにしても、根じろ、南部市は南朝を支持していたために、南朝の衰退に伴って14世紀半ばからは、次第に力を弱めたが、17世紀前半までは、 下北地方などを領有し、南部市の中でも比較的大きな勢力を有していた。根城南部市の当主とされている南部信長が上落して、武田信虎、武田信玄の父の世話になって、室町幕府の第十三代将軍、足利義輝に敗越したという記録の存在も指摘されている。元那三年、1617年には、 所領の内下北地方を、幕反対成果で宗家としての地位を格好たるものにした三古南部士、森岡南部氏によって接収され、官営四年1627年に、党の現在の岩手県園市に移される。これ以後の根城南部氏は党の南部氏と呼ばれ、江戸時代を通じ森岡藩の接収筆頭家臣であり、中野市、北市と共に、南部か中で代々家老を務める。 ご三夜の一つとして続いた。文政元年、1818 18年には、南部藩の価格昇進を祝って、北市、南市、中野市、東市と共に、着死着村まで、南部の称号を許され、南部政へ戻っている。なお、当の南部市が、日蓮に帰依し、美信、現在の山梨県南駒郡美信町の地を寄進、したとされる、八戸実町。 はき実じの子孫を称するようになるのは、江戸時代後期になってからである。三古に根拠を置いた系統は三古南部氏と呼ばれる。三古南部氏の系譜は明確ではないが、南北朝時代に欧州に下校した南部氏の一族と見られている。三古南部氏は、鎌倉時代にこの地に下校した南部氏の宗家と、従来は考えられてきたが、上日の通りねじろ、南部氏が当初は、 南部市宗家に位置づけられていたと近年では推定されている。三古南部氏は南北朝時代には北朝を支持していたが、いつ頃南部氏の宗家としての地位を築いたのかは分かっていない。このような一族内の主従関係が曖昧な状況に、終止符が打たれたのは、豊臣秀吉による、いわゆる天下統一事業により三古南部氏当主である南部信直が、 津軽ため信に横領された津軽三軍以外の所領を安堵され、また津軽氏へ与えられた津軽地方の大大地として、我が軍、冷え抜き軍が与えられた頃である。近世大名としては、同族連合を否定し、有力一族も家臣として総敬への服属を求められた。南部一族の有力勢力のうち、八戸正恵は根城、南部氏が三古南部氏の不要であることを認めたが、 久野戸正美は逆に反発して三古南武士側と激しく対立する。秀吉は久野戸正美を近世的秩序である豊臣の平和への反逆者として全力で討伐して久野戸氏は滅ぼされ久野戸正美の乱全国的にも近世秩序を再確認する契機にもなった。その後三古南部下は居城を三戸から森岡に移し、根城南部氏に対しては 当のへの治業替えを行った。三古南部氏は、大浦氏以外の南部諸氏を過信化することに成功し、宗家としての地位を確立した。近世には、森岡藩から八戸藩が分立するが、これは、森岡南部氏の当主、南部重直が、実施、養子の死後、将軍、徳川悦那に面会して、後継者選定と家の存続を願い、それに基づき、重直の死後に、 家綱が裁定して、漢文四年、1664年12月に、重直の伊母帝の南部重信に二万国憲法して、森岡八万国を与えて、家を相続させ、同じく伊母帝、重信とも、伊母兄弟の南部直傘しむしるとして、八戸に万国を与え、事実上の分割相続を行った際に創立した、ものである。直傘のこの南部直政は、将軍、 徳川綱吉の蕎麦衆を経て、川用人となり、江戸時代において、南部市で唯一、惑星に参画した。重信は後に幕府に、森岡藩の高直しを願い出て、八の藩を含まずに、八万国から十万国となっている。七の藩、森岡神殿藩は、重信以後の森岡南部氏の分地旗本、南部市に、森岡南部氏がさらに分地を行い、 幕府に願い出て、文知大名としたものである。文知旗本家の創設の際、七古藩の創設の際、いずれの文知も、名目上は、神殿開発による内出高を当てたため、新田文知、森岡藩の国高に変動はない。文知旗本、南部氏は2屋あり、共に、南部重信の子を初代とする。もう一家は、当主の南部と政が、森岡藩主となった時、 幕府に願い出て、森岡藩に併合された。その他にも、津軽や岩手軍にも、今石などの氏族があったが、岩手軍の南部氏族は没落し、津軽の南部氏氏族はすべて大浦市に滅ぼされた。以下は三古南部氏、森岡南部氏の当主である。判例数字は、南部警府による南部宗家の当主、太線は実士、細線は用士、は、同一人物。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。